マイティクラフト。設定の変更や新たなご褒美を取得した際に。気になる文章だったな。夏かな？夏の洋館？日差しが眩しいぜ。スーパーリアルマージャン P7。いいタイトルだ。いい曲だ。そして火傷した？マヒナ・ユリナ、野田純子さん。野田純子さんに興味がある。自転車でものすごいスピードで坂を駆け下りてる。そして歩いて登ってる。やばこいつ。お菓子作りに食器集めが趣味なんだ。すごい高校生だ。なんだか。おお、走ってんのかこれ。かわいい。髪長ー。結んだ方がいいんじゃない。朝比奈夏希。あれ同じ名字か。お姉さんかな。スクーター乗ってる。大学生。学生服じゃん。え、高校生でスクーター乗ってる。体を動かすこととビリヤードですけど、陸上とかじゃないんだ。麻雀入門見て叱責する女、ランドーセリカ。ランドーセリカ。スポーツカー、オープンカーに乗ってネジネジのイヤリング。ドライブにプレゼントすることですけど、なんだろう。ホストの前にいるショートカットの女、豊原悦子。もう覚えてない名前。なんとかマヒナ夏希セリーナエツコ。俺下の名前で呼んでくタイプだから。嘘つきました。初めましての方、初めまして。お久しぶりです。方はお久しぶりです。スーパーリアルマージャン P7 をやるマイティクラフトです。お、ご褒美。テストプレイしました。で、その時に難易度、ジャンキー、8で、まあ、服は、まあ、着ない。まあ、着てもいいんだけど、まあ、着ないでね。で、食いたんあり。まあ、やっていこうかなと思います。ちょっとね、操作感が今までと違うんで、これちょっと注意しなきゃいけない。テストプレイの時にね、間違って投げてしまうことがよくあって。それでは、最初にストーリーを選んでいただきます。ということで、今回はね、ストーリー3つから選べるらしいんですよ。で、今回は、まあ、順番にやっていきたいんで、一番上、夏だ、別荘だ、麻雀だ、ユリナのドキドキ、ラブモーションやっていこうかな。それでは始めますよ。頑張ってくださいね。ありがとうございます。4人の女性と俺はくんずほぐれず、麻雀で脱がしまくるぞ。どっから出てきたあいつ。肛門なかったぞ。壁からぬっと出てきた。貫通できるのに。こんにちは。突然お呼びしてごめんなさい。いや、全然。喫茶店か食器屋さんか。これ一緒にうちの別荘に行きませんか。なるほど。行っちゃった。俺食器屋さんの店員かなんかなのかな。夏だ、別荘だ、麻雀だ、ユリナのドキドキラブモーション。かわいいじゃん。興奮してきたわ。もう少し経ってるな今。これがユリナの別荘なの。あら、いらっしゃいませ。遠いところお疲れになったでしょう。どうぞユリナさん、お待ちかねですよ。ありがとうございます。お兄ちゃん、お兄ちゃん、お兄ちゃんって呼んでくれるんだ。俺のこと。もう全然来ないんだもん。嫌われちゃったかと思っちゃった。全然来ないっておかしくない。いけない、まだお掃除の途中だった。日本語として。エツコさん、お願い。全然来なかったのにお掃除終わってないの。わけわかんなくないな。仕方のないお嬢さん。それでもぬっと出てきたな、左から。あ、申し遅れました。私、豊原エツコと申します。それでは中の方へどうぞ。ああ、よろしくお願いします。存じておりましたが、悦子さんね。あれ、お客様。これは、はい、これはユリナさんのお知り合いの方です。そう、あなたがユリナの。私、朝比奈夏希、ユリナの姉です。ああ、やっぱりお姉さんなんだ。あなた麻雀強いですね。まあね。私の部屋で一緒にやりましょうよ。おお、いいね。最初はじゃあ夏希が相手。いいじゃない、夏希。勝負していこうぜ。やってこうぜ、やってこうぜ。俺が親か。なんか言ったんだよ。さあ、ちょっと画質がな、見づらいんよな。見づらいプラス、A ボタン押すとね、積もるために A ボタン押してたじゃん、今まで。
これもう勝手に配られて A ボタン押してパンって捨てちゃうのよ。でチーとかポンとかも勝手にピュンって出てきて A ボタン押すとチーってやっちゃうんで、これマジで注意が必要。そう、ほら勝手にチーって出てくるでしょ。だからこの瞬間に俺積もろうと思ってて A ボタン押してたりするとチーしちゃうんで、このミスがめちゃくちゃあった。テストプレイした時マジで気をつけた方がいい、マジで気をつけた方がいい。今からこれゲームやる人いるんかな。友達になりたいわ。そうです。あと何杯か分かんないのしんどいな。とりあえずピンギリかな。この程度じゃ先が思いやられるわね。やるじゃん。リーチ、ツモ、やるじゃん。やるじゃん。続けますか。もちろん。なんだそのひよこは。後から足しやがって。絶対後から足してるよな。ひよこは絶対このゲーム関係ない。ラスボスひよこだったらどうする。カーバンクルみたいな感じで。始めるわよ。ありえるか。あまり余計なこと言うのやめよう。今日はついてる。この子ね、早いね、リーチね。はい、ブルー。この程度じゃ先が思いやられる。ずるいって。リーチ一発ツモしといて、この程度で先がって言われるのは、筋合いがない。筋合いがなすぎるわ、さすがに。いや、俺は今回ノーカットでやっていこうかなと思ってるから。始めるわよ。あとね、うわ、ほら、今みたいな。ツモのつもりで A ボタンを押すと、もう切っちゃうんだよな。この操作ミスもめちゃくちゃあるから、マジ気をつけないよ。早すぎる、さすがに。ゲロ早いな、こいつ。あ！いい。しかし、いいスーピン。よくもやったわね。つもり合いだ。スーピンつもりそう、俺。おお、すごい、ぐるぐる。いけ、つもれ、頼む、競り勝て、頼む、勝て、勝った。おお、吐いて、法廷論。やだ、負けたの、私。まあ、いいピン高めだったけどな。リーチ、ドラ1。オッケー、オッケー、オッケー。いいじゃない。そうだったわね。これも気をつけて、A ボタン押すと、飛んじゃうから、ムービーが。あなたのこと見くびっていたわ。少しは楽しめそうね。口元のほくろがセクシーで可愛いね。腰のラインもそうだけど、お尻のやっぱ形綺麗だとやっぱちょっと興奮するよね。これは勝ったも当然ね。勝ったも当然のやつと戦わなきゃいけないんだよ今から。いや、お尻のラインやっぱちょっとか、いや、すごいと、ああ、なんかやっぱ恵まれてるなと思うよね。恵まれてるなと思うというか、日本語おかしいかもしれないけど、いや、素敵だなと思うよ。別に胸派でもお尻派でもないんだけどね。そういう派閥には属してないんだけど。さあ、いいシャンテン。やる。もっと本気を出してもらわないと困るな。優しくしてほしいな。リーズも？ツモ、イーペーコ。あー、死んだ。ドラ余計だ。てるてるてるてて。横に長いジャンタクだな、その人も。見たことねえ、こんな横に長いジャンタク。競り上がるところも本当に開口並みに広がったぞ、今。357は生きる。2がいらないかな。頭に使うから2がいらないかな。ポンしません。とりあえずパーピン切りの差し子で、とりあえず3点。2、3点。来た。リーチ。初。それがどうしたの？老朽層待ちです。どうしたのって。うわー、一発も。ざまあ見やがれ。もうどうなってるのよ。裏ドラ見してくれ。リーチ一発ツモ。まあ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 、でも安くはない。強いわね。お。
これくらい何でもないわ。そうなの。あ、もうそこまで脱いでくれるの。うわ、顔ふさー。次は本気でいくからね。かわいい。見たことない。スポーツブラにサスペンダー見たことない組み合わせ。スポーツブラ、巨乳、サスペンダー。面白くなって洋物のポルノ見てるみたいな。理解が追いつかないタイミングだ。洋物のポルノ。あれ、なんで今この警官と泥棒はセックスしてるんだみたいな。洋物のポルノあるあるだよな。まじ、あれなんか、うん、あれ、ちょっと置いてかれたな、一瞬でって。これで笑ってんの俺だけだろうな。この話して、いいシャンテンです。パワーワン切ったらパワーワンくんのかい。やかましいわ。いや、これ三匹と、三族とこだ。いや、ちょっと無茶しすぎたかもしれん。よし、これはリャンウーアン待ちですね。それで勝ったつもり？まさか。上がってなんぼでしょ、麻雀って。スーアンリーチ。あんだけリーチ早かった子がだいぶ遅めにリーチしてきた。ちょっと待って、これ何ちょっと今そういえばさ、出直してきた。これ何枚なの残り。ちょっと教えてほしいわ。リーチ、リーズも単野を。あー、いてー、バケモンじゃんか。444。よろしくお願いします。すいません、本当に。いやー、マジか、強えな。これあれかな、コンティニューしたらどうなるんだろう。その状態から、続けてやらせてもらえるんだったら最高なんだけど。トンだね。ダブトンまではいかんけど。うん、E1切っとこう。ポンはしない。Q1。パーピンかな。いや、ウーピンでもよかったかもな。いや、これはね、リャンピン切ってこうぜ。ペンちゃんを拾っていきます。パワーに行って、三蔵切りだ。うん、むずい。いや、むずいね。さあ、いいシャンテン。キューピンでリーチしてきた。いや、考えても無駄だな、これもう。突っ走るしかないよな。いやー、でも一応変えれるんだよな。キューピンでいいでしょ。いや、サブローピンってことないと思うんだよね。キューピン切りでサブローピン待ちって。キューピン最後まで持ってく必要ないもんだって。だから、99とか持ってた、98とか持って、998とかになってて、キューピン切って、ペンチーピンとか、まあ、同じ状態で、カンパーピンとかありえると思うけど。いや、だから、まあ、ここは、ちょっと変えてこうぜ。別に俺、フリテンしたっていいから。トンが来てくれれば話早いんだけどな。ああ。ああ。トン来ないか、もう。振り込むのが一番アホくせえから。相手の上がりを止めよう。それが一番丸い気がする。先輩、ノーテン。関係なかったわ。もう振り込んで死ねばよかったじゃん。なんなんこれ。なんなん ?0 点は、あ、てか、あれか、1500円払ってんのかな、もしかして。1000点バップじゃない、いや、わかんない。2マーのルールがわかんないから。面白くなってきたね。本当に俺、脳天バップで死んだんだよ。全然面白くなってない、今のところ。Q1 切っちゃったからさ。ペイ行って。あ、なんか、かなりハイパイが悪いな。普通だったらもう正直、大井さんだったらもうハイパイ降りしそうなレベルだと思うけど、何シャンテンかわかんねえもんだってこれ。あー、めちゃくちゃひでえなー、マジ本当に。やる気なくなっちゃうハイパイだよこんな。
もう本当にやる気なくなっちゃうけどな。まあ振り込んでいいからまっすぐ行こう。まっすぐ行ってこれなんだよな。やばいよな。ちょっとパイパイついてるって言いながら、さあイーシャンテ、うん、残念。出直してきた方がいいんじゃないの。さようですね。これは出直しさせていただきましょう。ハネマン。だけんだよ、いちいち。ありがとうございます。いちいち高い。これが一回コンテニュー100円とかだったら、結構恐ろしいゲームだよな。ハイパイ終わってるわ。ちょっと、やばいよな。あー、リャンソー切ってないんだけど。これなんだよ、これ。このゲーム、あるある。てか、今までツモが A ボタンで、一回 A ボタンで積もってから、それ、出直してきた方がいいんじゃないの。言いそうでも当たってたし。っていうか、だから、リャンソー持っとかなきゃいけなかったんだよね、結局は。最初のあの、ツモ切りミスが、マジでミスった。あれが痛すぎた。ミスってるようじゃ勝てませんよ、ということよ、つまり。だから、捨ててないんだって、これ。ちょっと勘弁しなさいよ。G1 返してよ。ウーマンから切ればよかった、普通に。マンガン。いや、高え。殺意が高い、あいつ。なんなん？いちいち。あのスピードでリーチして、マンガンって。笑えるわ。面白くなってきたね。全然面白くないよ、こっちは。今日はついてる？ついてないよ。まあ、自敗切ってっちゃったな。しょうがねえ。まあ、E1 かな。まあ、C1 の方が、悪かったかもな。まあ、恥じすぎて AI っていうことあるよな。ウーピンがいらなかった。出直してきた方がいいんじゃないの。いや、どうやっても上がってない。その順目で上がられたら、俺はどうやっても勝つことができない。もう、卓に座った瞬間、負け確定してた。もう、いきなりコンティニューボタンを押させてもらってもよかったわ。ちょっと切っちゃおうかな。まあ、パーソーかな。しゃ。ポン！ポンはポンしていこう。まあ、Q1 かな。Q1 来ていいじゃんって。カン。普通は感じないけどね。まあ、チームは切っていっていい。まあ、リアンはあたり。Q1？ マジ？ちょっと、少しぐらい。優遇してよ！ E ピン！ E1 か？ Gピン！ E1、Gピン！来たー！優遇された。おかしいな。こんなはずじゃないの？トンドライチ。俺はこう、細かく小さい役で上がっていくぞ。やったぜ。うわ、怖い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 。しゅ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 。リーチかけてたもん、あなた。ちょっと。もっとも来た！なんで？何にそんな怒ることがあるの？どういう顔？あ、睨まれた。あなたなんて、身ぐるみ剥いでこの地から放り出してやるから。すごい。俺の身ぐるみ剥いで放り出すと。俺は、お前の妹に呼ばれてきてるんだから。このカードもらったわ。お姉ちゃんやりたい放題すぎない？そうなってくると。お姉ちゃん、来客者に、妹の来客者身ぐるみ剥いで追い出したってさって。むちゃくちゃじゃないの、それ。むちゃくちゃじゃないのか、この世界じゃ。みち。いやー、いいシャンテンだけどな。リーチ来た。ウーパーワン待ち。一手差だったな。これはさすがに、スーソーかな。リーチのリの文字が邪魔で、スーソーにカーソル合ってるかどうかわかんなくね、これ。まあいいんだけど別に。
あっちは読めてるわよ。関係ないだろ、リーチ中なんだから。もういやー、競り勝てるか。きたー。でもあれ、なんかあれだね、やっぱさすが最初の敵だけあって。なんてことするのよ。勝てるね。リーチ、ツモ、役配、だいたい勝てないけどね、後半になってくると。うわー、初めてこんな高い役。親、親の4班。これ以上脱がされたら叶わないもん。降参だってさ。君、本当に強いんだ。見直しちゃった。また今度一緒にやろう。いいでしょ？え？それ以上脱いでくれないの？あらあら、泣かされちゃったよね。やだ、先生見てたの。はじめまして。私、この子の家庭教師をしているランド・セリカ。先生、今ビリヤード台に座ってた。あなたの強さ、私で試してみない？先生、無茶しないでね。何、無茶する。さあ、始めましょう。楽しみだわ。いろんなとこにこの横長のジャンタク置いてるんだな。